オーライト i3s CU EOS の紹介です。こちらの i3s CU EOS にはこのチタニウムゴールドとあとブラシの2色がございます。ではこのチタニウムゴールドといいますのはこの本体色がこのようにチカチカしているタイプです。このブラッシといいますのはこのようにツヤ消しのゴールドになります。これがチタニウムゴールド、これがブラッシです。こちらはチタニウムゴールドと説明をされていますが、決してチタンではございません。素材は銅製になります。サイズ等は一緒ですが、この表面仕上げが異なってきます。付属品としては電池がついています。こちらが私が個人で使用しています i3e ですが、 i3e に比較すると少し大きめになります。これは搭載 LED は XPL9 です。反射鏡はこのように凸凹のオレンジピールリフレクターです。使用電池は単4アルカリ電池1本、またはアルカリ電池の他に充電式のニッケル水素とエネループも使用することができます。ヘッド部を外しまして、ヘッドの切り込みはこのようなスクエアになっています。閉めると点灯、この閉める、緩める、閉める、これで点灯切り替えをすることができます。3段階切り替えです。ロー、ミッド、ハイ。ロー、ミッド、ハイとなっています。ミッド、ハイとなっております。こちらのクリップは取り外すことができます。このように二重リングがついております。オーライト i3s CU EOS の紹介です。